サングラスをかけた女性サングラスとは、日差しや強い照明から目を守るために着用する。保護メガネのこと。眩しさや紫外線などを低減するために着用する。白人は日光から健康被害を受けやすいため、瞳を日光から守るという健康上の理由でよく使う。オゾンホールの影響で紫外線が強いオーストラリアやニュージーランドなどでは、児童がかけることも、 珍しくない。目元が隠れるという付随効果もあるため、盲人が見と目に見苦しくなった目を隠すために、サングラスを着用することも一般的である。黒眼鏡、色眼鏡やグラサンなどとも言う。黒眼鏡の語は、年配の世代で用いられることが多い。なお、色眼鏡は、余談、偏見、先入観の比喩として用いられることもある。なお、日本では、 家庭用品品質表示法の適用対象とされており、雑貨工業品品質表示規定に定めがある。黒っぽい色がついているものが主で、マジックミラーを用いたものもある。外から不透明に見えるものがサングラスに分類されることが多く、黒っぽくない色や透明度が高いものは、伊達メガネに分類されることもある。変光フィルターを用いたものは、変光グラスと呼ばれ、 水面や雪面で反射してきた光を選択的に反射でき、スポーツや釣りなどの際に使用される。基本的にミラーグラスでもあるが、反射防止コートにより反射を軽減させたものもある。日本の雑貨工業品品質表示規定では、サングラスの規格を屈折力がいかなる形線においてもマイナス0.125ディオプトリから0.125ディオプトリまでの範囲内であり、かつ、 任意のいかなるに形線間の屈折力の差が0.125ディオプトリー以下であって、平行度が0.166プリズムディオプトリー以下のもの、としている。さらには、サングラスの項に掲げる区分に該当するもののうち、変更度が90%以上であるもので、変更軸のズレが15度以下であるものを、変更サングラスと定義している。色が濃いほど紫外線を低減する能力が高いとは、限らない。 透明でも UV カット加工を施したメガネがある。色が濃く視界が暗いと瞳孔が開き、サングラスと顔の隙間から入った紫外線が眼球内に届きやすくなるため好ましくないともされるが、この原説に対しては屋外の太陽光は濃いサングラス越しでも瞳孔を閉じさせるに十分だし、顔とサングラスの隙間から紫外線が入るのならば、同じ隙間から入る可視光線で瞳孔が閉じるので、 現実にはほとんど心配する必要はないとする反論もある。メガネの専門学校であるワールドオプティカルカレッジの提供するサイトでは、濃いサングラスをかけると薄いサングラスをかけるより、わずかに多い紫外線が目に入る可能性があるが、勘違いしてならないのはそれでもサングラスをかけていない。時よりは圧倒的に紫外線が減ることだとしている。 溶接や雪山登山に伴う強い紫外線は別として日常生活で浴びる紫外線までカットすべきかを問う声もある。紫外線に近い可視光線であるバイオレットライトに禁止の進行を抑制する効果が確認されたことからメガネや窓ガラスの紫外線カットは波長の近いバイオレットライトまでカットしてしまい禁止を招くとするものである。さらには紫外線そのものに 禁止抑制効果があるとする説もある。なお、日本の雑貨工業品品質、実験のために目を保護するサングラスをかけたアントワーヌ、ラボアジエ盲目を隠すためにサングラスをかけたイエヌ、ジェファーソンコーツサングラスの起源は明らかでない。古代ローマ皇帝ネロも、円形闘技場の模様を観戦する際に、エメラルドのレンズを入れたメガネを使っていたとされる。12世紀頃の中国では、 スモーキーコーツを使用した黒っぽいメガネを裁判官が判決前の表情を隠すために着用していた。19世紀末の書籍によれば視力を失った盲人が見た目に見苦しくなった目を隠すためにサングラスを着用することは当時から一般的であった。中国最後の皇帝で有名な愛神格ラフギは黒っぽい丸メガネを愛用していたことで知られた。 最初の安価な大量生産品は1929年にアメリカ人事業家のサム・フォスターによってもたらされた。大衆ファッションとして定着するのは欧米では1920年代に映画俳優などを中心に広まり、1930年代にはビーチなどでサングラスをかけることが普通になり、徐々にファッションのアクセサリーの一部となっていった。本来は、 外出時に着用されることを想定した製品だが、目元が隠れるという付随効果があるため、失明により視線が定まらなくなり、周囲に不気味な印象を与えるようになった人が視線を隠す目的で、あるいは目元に傷を負っている人が幹部を隠す目的で、夜間や屋内であっても着用したまま過ごす場合もある。目元を隠すことで人相を判別しがたくしたり見る。 物に威圧感を与えたりもできる。また、日本では、著名人が他人の注目を集めたくない場面でかけることも多い。その逆に、マスメディアに登場する際に常にサングラスを着用する著名人の場合は、私生活ではサングラスを外すことでその人物であることに気づかれなくなり、注目を避けることができる。映画や漫画、ゲームでは、盲人や、 ヤクザヤマフィアの記号的な表現として、サングラスを着用した人物が設定される例が多い。土付きサングラスレンズに屈折度がある、視力矯正機能を合わせ持つサングラス。すべてのサングラスを土付きにできるわけではない。レンズ交換を想定していない構造のサングラスは、作業上土付きにできないし、レンズに極端な角度がついているものは、旅付きにすると見え方に問題を生じる。また、 左右のレンズを同時に製造しなければ、レンズの色が左右で合わなくなるため、土付きサングラスのレンズは注文生産である。即日仕上げを歌うメガネ店でも、旅付きサングラスについては、納期がかかる。ミラーグラスミラーグラスマジックミラーを使い、透過光以外を反射させるサングラス。超高サングラス光によって濃度が変わる超高レンズを使ったもの。明るい場合レンズ色の濃度が増して、 眩しさを抑え、暗くなれば、ほぼ透明になるのでサングラスをかけ、外しする手間が省ける。多くの超光レンズは、紫外線に反応して濃度が変わる。1987年以降の自動車の、全面ガラスは特に紫外線カットを歌っていなくても、事故時の飛散防止の副作用として、紫外線カットされているので、紫外線反応タイプの超光レンズは、 運転時の棒まばゆ用としては不向きである。このような欠点に対処するため可視光線に反応するタイプの調光レンズも出てきている。調光レンズの調光性能は経年劣化する。2年ほどでほとんど調光しなくなってしまうものもある。ラップアラウンド型ラップアラウンド型が覆うように横幅が広く顔面に沿って曲がっているサングラス。幅広のレンズを使ったものと 左右に不透明のカバーを伸ばしたものとがある。横から光が入り込まないようにすることでレンズ裏に斜め後方の風景や自分の顔が映り込み視界を妨げるのを防ぐ効果や正面からだけでなく横からも目元を隠す効果がある。エスキモーのスノーゴーグルエスキモーのゴーグル半透明の素材を使う代わりに木の板に薄い覗き甲を開けている。 オーバーグラスメガネ着用者がメガネの上からかける保護環境風の大型のサングラス。パソコン用メガネパソコンや携帯電話などの液晶ディスプレイからの光には高エネルギー可視光線が多く含まれ目が疲れやすいとされる。その目の疲れを軽減させる目的でブルーライトだけを反射もしくは吸収するレンズを採用したメガネのこと。天体望遠鏡用。 サングラス天体望遠鏡の接眼レンズとして、太陽や日食の観測に使われたサングラス。長時間見続けると、レンズの破損の恐れがあるため、安全面の配慮から現在は製造されておらず、現行用の ND フィルターが用いられている。スマートグラスヘッドマウントディスプレイ方式の拡張現実ウェアラブルコンピュータ。中華人民共和国の警察では個人を識別する。 人工知能と連動させたタイプが使われている。ありがとうございます。